アイドル日本をご覧の皆様こんにちは、美佐子です。今私は DVD の撮影で宮古島に来ています。初めて DVD の撮影をしたんですが、とても緊張しました。宮古島に来ること自体も初めてで、すごい風だったんですけど、海が綺麗で楽しかったです。おすすめのシーンは、海も綺麗だったんですけど、すごく綺麗なコテージで撮影したので、それも楽しみに見てください。とってもおすすめの内容となっておりますので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。以上、美佐子でした。撮影中一番楽しかったことはちょっと水に入ったことですちょっと波が強かったんで少しだけだったんですけど、はい、楽しかったです。初めての DVD ですが、自己評価をつけるなら80点くらいですいや、100でもいいんですけど、なこれからまた撮ることがあったら上があるように、はい、理想のデートプランは、楽しかったらどこでもいいんですけど、だからゲームが好きだからゲームセンターでもいいし、そうだなディズニーランド行きたい趣味のゲームで最近ハマってるものは、シャドーバースっていうカードゲームとか PUBG とか FPS ですね。カバンの中に常に入っているものは携帯充電器ですいつでもゲームできるように今後挑戦してみたいお仕事は、やっぱコスプレが好きなので、公式コスプレイヤーとかよくいただいてるんですけど、公式キャラクターをやりたいですね。完全に動きもキャラクターになってっていうお仕事です。 DVD 楽しみにしててください。そしてこれからも応援よろしくお願いします。